はい、えっ、ー、と、ちょっと鎌田先生が今見えませんが、鎌田先生聞こえますかあのではあの、鎌田先生にあのここからお任せしたいと思いますので、鎌田先生、近況を含めましてよろしくお願いいたします。はい、はい、鎌田当時です。神明さんの本を取ってこようとして、ちょっと見当たらなかったので、神明さん、本の書影というか、 はい、あ見せてもらえますかあ自分とは自分とかないから2つ見せてもらった方がより,よ,りあのよく分かるので <laughs>、はい、教養と異性の東洋哲学ねこれ私の方から簡単に23分で紹介します。新名 P さんは、えー、大阪府三崎町という一番大阪の最南端和歌山の方に近い生まれて そこで育ち、まあ高校、ここは大阪に行ったんですかね。大阪の中高一貫校ですかね。はい、大阪市内の、はい、天王寺の。はい。まあ、その進学校からあ東京大学法学部に入りまして、子どもの頃は神道と言われた、ね。この三崎町でね、東大に行けるというのは法学部に、本当に一人ぐらい、何十年に一回ぐらい、開、まあ、挙だった。で、東大に入った。それはよかった。 そこまではとってもよかった。で、まあ、ヒーローになったんですね、地元の。で、卒業した。で、卒業して、えー、大手の AI 会社、今の DNA ですかあのに、えー、就職してあの、就職前から3ヶ月も、うんえー、シリコンバレーに派遣されるぐらい将来希望され、期待されていた。すごい、あの、年生試験とかよかったもう。もうピークですよね、その頃ね。ところが、入ってからね。 本当は仕事ができなかったんですってで。仕事ができなかった理由はね、対人関係なんですよねで。人とうまく付き合えない。それは小学校のエピソードがあって、バスケットボールで自分がバスケットボールのチームになると5人組でしょ。で、ボールがパスされるとね、敵に渡すんですって、すぐに。勝負になりませんよね。あの、味方に渡すパスしなきゃいけないので。敵に渡すんですって。どうしてもそれがね、 あのそういうういい何かかするのが嫌っていうかできなかったらしいんですよで敵に渡して、まあ、責任逃れをしたっていうのかそういうような方があのチームプレーができなかったんですねそれが最大の、まあ、今日に至るネックの一つはあの個人的にはとても優秀だったんだけど集団プレーっていうのをやるということの意味とかそこで自分があのもつれずプレイヤーとしての役割とかそういうことが本当に あの意味あるものとして掴めなかっただからそこから逃げるために敵にパスするというか避けたっていうことですよね。でそれがずっとあの就職してからあの発覚してくるんですって試験勉強をしている間はできたよね個人プレーだから。だけど仕事をするってことは集団プレーになるのでその集団プレーができなかったプレーヤーとしての能力を発揮でき それで DNA も3年ほどでやめて、まあ、その前には大学時代は世界をまんするようなバックパッカーとしての生活とかそれも結構うまくできていたんですよね一人でやるから一人でプレーするのはできていただけど集団プレーはとても苦手それで、えー、あの鹿児島県の長島という西の離島のですね 教育プログラムに関わる地域おこし協力隊に入って2年間やったけどもやっぱりそのチームプレー的な作業ができなくてそこも2年で辞めちゃったそしてここがすごいんですけどね私が非常に感心してたたえているところなんですがそれからの飛躍はねピン芸人になって m 1グランプリに勝負をかけたと全然面白くなかったんだよね <laughs> もう恥にももう6か月でもうすごすごと引退してからが引退というか脱落してからが地獄のような、えー、こう布団に潜り込んでもううだうだという,こう、まあいえまあ、医者だったら何て診断するんですかうつ、まあ、引きこもりというニートなんですが。 うつというふうに精神医学では言うんですかね佐藤先生何て言うんですかね今井先生の方が専門の気がしまするですどうでしょうか今井先生、今村先生が専門ですねな気がする今村先生は何て診断しますか自閉スペクトラム証券の自閉、まあ、ちゃ、うんと、まあ、環境との ちょっとミスマッチというかまあいろんなあのプレイヤーね個人でやるときにはなんとかもっともっていられた自分が集団のプレイヤーとして全然できなくてで個人としてもピン芸人でバンと弾けようと思ったらそれも全くこう周りの反応がねむしろマイナス評価みたいになってこんなこと言って。 いいのかしらね奥さんにも逃げられるというのか、あきれられて、ねえー、こう離婚せざるをえないというふうな状況に陥って、そして、えー、6年間、本当にふだうだ生活する中で、えー、彼が格闘してですね、西洋哲学から初めて哲学を求めた。で、西洋哲学は自,の自分の救済にはならないと。 まあ自我論とかあの何とかとか存在論とかいろんなことをやってるけども本当に自分自身を変えていくという力にはならないということに気づいて東洋哲学にはその自分をね変えていくでそれも自分を変えていく一番根幹にある思想が自分はないという気づきこれは無我論、えー、ここから始まって空そして禅そして親鸞、えー、のお絶対他力 まあそういうふうなところを遍歴して最後は空海に行き着いて何でもいいんだよともうあの方便でやれやいいんだよみたいなねところへ行き着いたというふうなあの自分の遍歴のストーリーをですねそれぞれの本当にあの今の若者に届く言葉っていうかもう誰にでも伝わる言葉で書いたこれをね私は大変評価しまして。 あなたはピン芸人として失敗したけど思想ピン芸人としてはピカイチのところへ来ていると。だからこれからは思想ピン芸人として売り出しなさいって言ったらねまあ,あのそれはあのアーティストとかアートとかあの思想ピン芸で要するに方便力を発揮するというね方向で展開するということで道を今作りつつあり。 えー、発売後2か月で間もない2か月ですよねはい、えー、5ずり3万5千部大ヒット中、うん、もう6ずりに行かないかなしか近々あそろそろ多分はいあの6ずり4万部に <laughs>、えー、近づいているというねえあやかりたいですよね, <laughs> ね佐藤先生 <laughs> 下野先生4万部も売れたらね もうは、ーね、あの、極楽に行くしかないみたいなね。この世でのお裾目を外れて。<laughs> という、ちょっと長くなりました。3分では終わりませんでした。語れば語るほど熱が入ってきました。で、しあの、神明さん、ちょっとそれをフォローしてください。自分の言葉で。あ,あ、でも先生には全部あの、私の。 ナラティブというかストーリーリご説明いただいたので、あもう本当にあ,のありがとうございますというところなんですけど、あのお,おかげさまであのたくさんの,、えー、あの先生方の,あの本をあの参考にさせていただいて、あのそれをあのななんていうか、まあお、できるだけ多くの方に、えー、まあ僕がその橋渡ししてお届け ででそ東洋哲学の英知ですねあの、お届けできるお役目果たせればなというふうにあの思っているところですので、まあ、この本をちょっと、えっとまあ、広げて、あんまり仕事をしてこなかったような人間が大げさなこと言うのはあれですけども、いろいろ世界でいろんな対立が起きているというところも、やっぱり突き詰めると一人一人の心の。 あの平安っていうものはすごく大事かなというふうには思ってますので、あのそういった意味で豊哲学っていうものをできるだけ多くの人にえっとそのきっかけのところはあのお届けできたらなという思いでございます。はい、ありがとうございます。あの新名 P さんは逆説的ですけどね、自分自分自分というふうなことで苦しんできたわけですけどチームプレーができない自分という、ね、でそのそういうその自分というものを苦しんでる自分っていうのが。 本当にあのないというか、もちろんあるんですけど、現象的には。でも、本当の実態として、それが何かがあるわけではないというあの無我論とか空論に行き着いて、あのその自分自身の一みたいな存在論というものが解放されたわけですよね、ものの捉え方が。だから、メタレベルにそこでずっとあの空気が通ったというか、抜けた。で、そのナラティブを、この遍歴のナラティブを、本当にあの自分の言葉で、 述べているところが、あの本当にあのナラティブあの名手で。これはあの本としてもナラティブ論としてもナラティブ事例としても非常にあの参照されるし、若者に多くのは多くは若い層も読んでくれているんですかね。あ、おそらくはい30代の方が多いと聞いてます。はい、30代の方が多いということは、やっぱりその自分のね。 えためになると本当にあの思ってくれてると思うんですよね。それでそれはそれらの人の SNS などを通してこれ読んだよちょっとね読んでみてこれは絶対に自分にとってためになるからみたいなねそういう言葉が拡大していって増大していってるんだと思うんですよね。だから本当にあの現代のこ思想ナラティブの新しいステージっていうか新しい私は。 シンメピーのこのお自分とかないからで新しいステージが始まったとさえ思っているくらいなんですね。あの東洋哲学などの語りのね。だけども,ともちろんあの学者が研究するようなものは相変わらずそれは大事なんですけどね。大事なんですけど人々に触っていくナラティブのありようとしてこれは新しいステージというかシーンを切り開いたものだと私は確信しています。 はい、では、えー、まずあのこの「物語の町」の訪問から始まったこの集いですのでまず佐藤先生に物語の町の、まあ、あ皆さんに訪問してもらった時に何を感じられたのか、まあ、第一陣が島園先生。 えー、今村先生、今井先生、お医者さん2人と、宗教学者1人と、あと政治を行っている草地野真一さんですね、議員。この4名であの、4月ですよね、訪問された。で、その時に佐藤先生は何を感じたかということと思ったこと、そしてそれぞれ思われたことを島薗さん、 えー、今村さん、今井さんの順で話してもらえて、次に私たちが訪れた、その訪れた時に、えー、今度はあの奥田さんに今度はね、振って、奥田さんが何を感じたかということに聞いて、えー、新明さんと私がその時に行ったという,ふうなことをちょっとあの感じたことを話して、あとでコメンテーター的にですね、野々目さんと岡崎さんに、まあ、こういう我々のおこの訪問。 そのやりとりをですね聞いてもらった上で、野野目さん、岡崎さんはつないでくれたあ方々だと思うので、えー、コメントをしてもらって、また自由に、えーまあ、話をしていくということでつなげたいと思います。では、佐藤先生の方から4月の第1弾、はい、1> 第1、まあ、ありがとうございます。えっ、ー、と、その前に、新ンさんが30分ぐらいで。 消え,る消えるんじゃないけど時間があれなんでしたっけあ僕あの大丈夫になりましたいろいろあ大丈夫ですかじゃああの今あの天達先生言ったようにあの皆さん本当に、えー、物語の町の方に来てくださってありがとうございました、えー、<laughs> 夜の食事もみんな味わってくださって、えー、楽しく過ごさせていただきました本当にありがとうございましたあの来てくださ 先生あの今井先生はもう前から一度はお伺いしたかったあ新潟の長岡西病院の美原というところで、えー、来てくださって本当にいろいろお話ができてよかったです。えー、今村先生はあのやっぱり 最後あのストエフキスキーの話を聞いた時にいやすごく深くいろいろ考えてでまたこういう街みたいなものをやってみたいっていうことをおっしゃっていたので何かあの少しでもお役に立てることがあればいいなと思いますしやっぱりこういうことをしたいっていうことをやっぱりみんなが自分の考えの中で一つのそういうビレッジっていうか一つのコミュニティみたいなのをやっぱり作りたいんだなって思って。 すごく応援したいなというか、まあ、応援するってほどのことはありませんが、えー、何かできたらいいなと思うのとそういう人たちが緩くこう結びつきながらお互いにちょっとこういろんなことを情報共有したり切磋琢磨できるそういう組織が全国にできるといいなってやっぱり全国でたくさん 岡本先生や島津先生は見てらっしゃると思いますけどいろんなことをやっている人たちがいるのでそういう人たちがもう少し緩くこう情報交換したりつながるそういう何か仕組みができたらもう少しいい楽しいなというふうに一人でやってるとやっぱりつらいところがあるので、えー、そんなことができたらいいなと思います。で,それで島津先生が一緒に来てくださったので、えー、島津先生はもう本当にか前から 先生がまだ東大にいる頃から私は小松先生を存じ上げていて死生観のああいうやる時も聞いていて、えー、あと富山にも何度かね来てくださっていたんですが今回はあの久高島と隣の方ですごくお話ができて大変、えー、もっと怖い先生かなと思っていたんですが非常に優しく <laughs> いろいろと教えてくださって。えー 佐藤さんはもっと宗教を語っていいと言ってくださったのは私にとっては <laughs> すごくあの励みになっています。えー、で今度また金沢で、えー、エンド・ブ・ライフの、えー、学会があってあの島津の先生はあの基調講演というか会長講演しますけれども私もちょっとそこでシンポジウムさせていただけるのでまたお会いできるし、えー、先生から本当にいろいろなものをあの 勉強させてもらって、特に日本人の失聖感と、あとそれと文学をこの前結びつけたあの本はやっぱり私にとってはすごいなっていうふうに思って読あさせていただいているので、またこれからもまたよろしくお願いいたします。それで次に、えまあ鎌田先生はもう本当に鎌、えー、田先生なので、えー、いつも私の私の拙いデータの解析を見ていただいて、 いやでも、あのい人に脳神経内科医としては、やっぱりすごくびっくりするというかですね、ちょっと医学っていうような、そのサイエンスじゃない部分ですごいなと思っていて、やっぱり最初にあの脳の MRI を見たときに、動けないんじゃないかなというふうに、正直なことを思いましたし、その思考に含めてもできるのかなって、あの MRI だけを国家試験に出したら、先生の病状は多分出てこないだろうと。 思うぐらいでやっぱりあるんですけれども共存しているようなすごくイメージが強くて。<laughs> <え>先生ミュ,ートミュートになってる <laughs> 先生ミュートでした。でもなんか伝わったような気がします。<laughs> でもあの本当に、えー、ここにあるのがね、うん、ガンガンそのものがね ジップのウッドサークルだと思,っ思い込んでいるもんですからね。うん、その思い込みがね、結構重要なんですよね。ある種のイメージ両方とも言えるんだけど、もうその思い込みのつさはです、ね、はい、ガンを吹っ飛んでいるが、ガのレベルを超えてもう異次元に数字でしまったみたいなね。そんな感じ、<れ>なんか突き抜けてる感じがしますね。 えー、クラカジャマ行くときもすっごい本当は心配でですね、はい、あっちで何か痙攣起きたらどうしようかと思い、結構いろんな薬もお持ち持ったんです, <laughs> んですま全く心配せず。ないや、何かあったときにね、やっぱりと思ったんですが、全く心配せず。 えー、でもまあまだまだあの学びたいこともたくさんありますし歌もたくさんまだ聴きたいですのでよろしくお願いいたします。はい、しめさんはもう本当しめさんの本を読んだ時にまあ内容にしてはいろいろちょっと私も聞きかじってはいたのであのうんうんって思ったんですがやっぱり文体ですよねああいう文体で本を書くんだっていうのが私は一番あのなんかすごく 新鮮で、えー、話し言葉のような、話し言葉じゃないような書き言葉の部分もあって、はい、なんか何なんだろうなってこうそ、昔のソシュールさんなんかがいたら頭抱えちゃうんじゃないかな、こ <laughs> んな感じの、ただこう引き込まれますよね、あんな文体で私も書いてみたいなって、えー、そんな。 ACP とか、今さないから、みたいな、そんないてみた、うん、いいんじゃないですか。ACP とか、ないから。ACP なんてないから、みたいなのを書いてみたいなと思うぐらい、あの文体にすごい引き込まれました。で、うちの若い先生にすぐあの紹介したら、うちの若い先生は、二人は一晩で読んで、次の日に先生読みました、これだって。えー、30代ぐらい、三十代半ばぐらいの医師二人ですけどね。 えー、すごくやっぱり読めやすいし内容もすごく分かりやすいだから今は3万部4万部いくのは分かるような気がしますよね。うんうん、いややっぱりすごい1万超えたらベストセラーですよねっていうか私一生懸命書いても8000部ぐらいしかまだいってませんのであの憧れておりますのでまた何かね次の書く時にもまた教えていただければと思いますけれども。いや ごめんなさい私はそのな内容もすごいんですが内容よりあの文体というかあの本のこう全体像がすごいなっていうふうに思いました、うん、逆にあの本は読んだことないなというふうに思いましたので素晴らしいなとまた頑張って書いていただいて、うんうまあ、今度ピン芸人やった時のちょっと芸を見せていただければ <laughs> この前なんかね、皆さんでやれとか言われてましたけれど、あの、また何か、あの、だお話できたらいいなというふうに、えー、思います。えー、そんな感じで、皆さん来てくれたことですごく楽しかったですね。えー、またもう少し頑張ろうという気日にもなりましたので、えー、本当に皆さんありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございます。 今、あの佐藤先生が言ってくれたいろんなね、えー、それぞれの訪問が違うやっぱりこう触発を生むんですよね、出会いと、それからいろんな次元を結びつけてくれるので、だから物語の増殖というか、物語の接合点みたいなものが、それぞれの出会いによって、訪問によって生まれてきて、違う次の展開をね、生み出していくという、まあ、これもなかなか。 その増殖のプロセスが面白いなと。で、その増殖のプロセスをどうそれぞれが捉えたかみたいなことがね、今日話されると、さらに物語のもちろんとして、えー、面白いと思います。島園さん、じゃお願いします。はい。あれ、沖縄行ったのはな何月何日でしたかね 3>, ?3 月ですよ、<あ>初中<旬>。ああ、そうですか。沖縄から、あのー、 うん、その頃から私、能登もね、3回、4回ぐらい行って、それで、あのー、都波の旅は、まあ、その間に入りましてね、あのー、とても、あのー、佐藤さんと奥田さんの、あのー、おかげさまで、実にゆったりと。 飲み屋さんがまたた素晴らしかったですねあれす,すごい飲み屋でしたね。<laughs> 清明さんもね、<laughs> ビビりながらあの、いじられていましたね、ずいぶん。今、能登はあの、やはり地域社会が今後、どう、まあ、あのい生き延びていくかというかね、立ち直っていくかというか。 まあ、それの、まあ、ある意味、実験のような場所にもなって、まあ、東日本大震災の時もそういう問題意識があったんですが、うんまあ、それとは違う。で、能登が持っている独特の,あの地域性というのがやっぱりあるので、えー、その中でどういうふうに、あのこう、うん、回復していくかというのがすごく、 あの重要な問題だなというふうに思ってます。まあやっぱり政府や県の手抜きというのはやっぱあるというふうにどうしても思ってしまうんですがね。えーまあ、そういう次元から始まってそして都並みはやっぱり豊かなとこだなと。私はあの加賀平和というのは広いけども富山は狭いと思ってたんですがね。 富ナは広いですね。富波という場所があって、富山県は海の幸、川のこう豊かさうん、そして山の、あのあれ、しかし富波という場所は本当に広い、加賀平野に匹敵するような場所なんだかと。でそこにこういうあの地域に根ざした医療というのが、あの この佐藤さんのビジョン、物語というコンセプトを軸にして展開しているということでね、まああのー、これは、えっと、今、まああのー、新しいケアの文化というふうにね、こう要するにそのコ,ロナコロナの時期に人と人とがケアし合う関係が崩れていく、まあ、それが前からずっと長いスパンなんですがね。 まあ、女性の自殺が増えたり、まあ、そういう中でいかにしてお互いがケアし合うあり方というのをあの回復していくか、これは大都市よりも地域社会の方に良いモデルがありうるというねあの、そういう感じをあの新たにしました。まあ、百済島はね、もうそちょっと突き抜けたモデルがあるわけなんだけど、あのそ,そ,れそういうものをいろいろ比較しながら、 経験できたので、この半年、非常に豊かな、あの、うん、になったなと思ってます。えー、っと、あの、東京自由大学というのでね、まあそういうテーマも引き続き取り上げたいと思ってます。それから、あの、えー、まあ医療関係の方が、そういうケアする社会の在り方について、 あの真剣に考える時代であり、考えざるを得ない時代になっているので、医療関係の方、まあ看護師さんの問題意識っていうのはすごく重要だと思うんですけども、あの、医師の方々がそれに負けずに、まあ医師はあの権力を持っておりますのでね、のあ、その、それを,を使いながら、いや、あの、うん、まあやって、の動かしていくっていう、 のがあのー、今後の大きなあれでまさ、あ、佐藤さんのモデルはあのー、素晴らしいものだなというふうに感じました。それからまああのー、物支援にも連れて行っていただいて、まあ、前もシェア金沢というのをちょっと見てましたが、あそこもなんかぶちょっとぶっ飛んでるモデルで、あのー、新米さんの本まだ読んでなくて申し訳ないんですがね、あのー、新しい文体っていうとなんかそういうものを感じる試みでさあそこも。 あのー、そういうのを垣間見ることができたというのもとてもいい経験になりましたえ。東京自由大学ではね、もう若手の方との対話をぜひと思ってましたね、この間は東畑海斗さんという人に来てもらいましたが、あの人の文体も相当すっ飛んでます。それから今度は何だろう、長井礼さんという人に来てもらうとなっていて、この人は何だろう、手作りの哲学対話みたいな。 手のひらサイズか手のひらサイズの哲学対話というようなことをやってる人なんですがね新名さんぜひお願いしますまたあのそういう私も、まま、勉強したからですがあのお願いしたいなと思ってます、えー、我々がね若い頃はあの哲学っていうのは難しいで難しいものが素晴らしいと思ってたんですよねだからあの必死に外国語を勉強するんだけどあの翻訳の方がもっと難しい で難しいとなんかありがたいっていう、うん、そういう時代もあったんですが、この数十年の間に本当に哲学的な思考がわかりやすいものになってきて、あのー、そういう流れの中で、えー、新しい文体に触れる。文体っていうことですと、私が感心した小松原織香さんっていう人、 この人は、あの、修復的手法というのをやってる人ですがね。あの、うん、彼もあの、彼女も、えっ、ー、と、森岡正博さんというような、それから、細谷さんからまあて、兄弟の、あの、うん、哲学と文学の間のようなことをやってる方いますけど、そういう方のところで勉強した人で、水俣病のこともやってるので、私、付き合いがあるんですけれども、 あの30代の方で、そういう生きの,息のい,い,いい考えを示してくれる方が出てるっていうのは、また、えー、日本の,あの希望にもなるなということで、鎌田さんが、あのこの、なんだろう、この、何かこの手負いの英雄。手負いの熊でしょ <laughs> うん、アキレスとかなんかそういう感じの大国主もそうかもしれないけどそのあそうですね,ねとしてもう我々にあのこうね先に光を照らしているようなことをあのやってくれてるっていうのが、えー、素晴らしいと思いますまあでも無理しないでねはいありがとうございますというのをちょっと付け加えて私は終わりにしたいと思いますはい、はい、ありがとうございます あ今,あのね、今村さんと今井さんの本拠地にもねぜひ行ってみたいと思ってます。もうそれはねぜひあの佐藤さんもください <laughs> あ。行くときは先生、一緒に行きましょう。あのできましたら岡崎さんもねぜひ一緒に行ってもらいたいなと思います。<laughs> それでは続いて今村さんにね。今村さんね、はい、やっぱりすごいんですよ。えー、それ私の方からちょっと皆さんにお伝えしたいことは。 彼、ね、の一貫性というのかね、やっぱり方便力は、一番最初は、ほつ大臣に陰があるとね、その上で、えー、大秘に根があると、で九九が、まあ、究極があの方便力だと、方便であるというのが、第二次教重臣本というところに出ている、それを空海はすごく重要視したわけですね。 一番やっぱり菩提心で今村さんの中にそういった地域医療に,くに向かう菩提心がやっぱりあるなとでもちろんそれは佐藤さんもあ,のあるそこがやっぱりかけてはですね始まらないわけよねそれでそこにやっぱりこう患者の痛みやその苦しみやその医療システムに対するまあ憤みたいなものも含めて代悲があるわけですねこの悲しみっていうのか痛みっていうのか それれを超えていかなならなけばらまあそのそれで患者のあのに届く届くようなものでなければいけないというこれ,これ代費だと思うんですけどでそのために何を具体的にしりゃいいかっていうのが方便になってそれがこういう方式物語のち方式それから今村さんの場合は医療法人、えー、何でもええじゃなくて えー、支え合いよろずです。支え合いよろずという、ね、<laughs> 言葉になって、支え合いよろず。ね。まあ、やうよろずのよろず、ね。になって、これ、あの、新潟大学の医学部の学生の時に持ったビジョンが、そのままやっぱり膨らんでいってるわけよね。で、それは今井さんも新潟大学医学部の同級生で、 今今コンビがですね、今今シクもですね、今や、その、あの、えー、中心メンバーのね、ビハール学会とかね、いろんなところの中心メンバーにこうなってきている。ま今、あ、今シっていうのは、いい言葉なんですよ。あの、嫌な言葉じゃなくてね、今今シっていうのはね、ぜひ全面にね、えー、天していってほしいんですね。そして、地域医療が今の診療報酬改正でとか、働き方改革るで、私は後でも、 ちゃんとお聞きしたいんですけど、医療現場の、ね、現状。私は、あのい悪だと、まあ、人的には強く思ってますけども、どういうふうな事態になっているのかも含めてね、あのえー、今の苦境というか、問題点みたいなものをね、本当に改正していくためには何が必要かみたいなことまでも、まあ、後で、えー、お話しいただければと思います。では、今村さん、お願いします。 いやー本当に過分な、うん、ご紹介をありがとうございます。鎌、まあ、田さんはじめ、もう超人たちの集まりのところで、あのー、お話しするのを、はい、ちょっと気が引けるところがあるんですが、あのー、学生時分からね、もう一ってるから、どうぞと思うね<や> <laughs> あの、人生の表街道をね、芽 <laughs> さんはちょっと裏街道にね、ちょっと一時期や、迂回路。 したけどねまあ今村さんもある意味で迂回路をねたどりながら医者になったんだよねそうですねあの今回の訪問あの本当に楽しみにしていきましたしあの富山はあの富山型デイサービスとかあと内観道場ですね、えー、内観療法とかでまああの 注目してる件で本当あの佐藤さんところあのナルテレビホームはですねあの富山市民の外科の先生で名前がちょっと今出てこないんですけどもその先生と本が出た直後ぐらいに行く計画があったりしてあのやっぱり えー、う,うちもあの支え合いよろずケアタウンと称してるんですけどあの共同体作りっていう方向性があのとても、うん、参考になるしあの共鳴したんですねあの鹿児島の道園先生の,あの長屋構想とかですね。う同時期に あの佐藤さんのところのナラティブホームも始まったと思いますしあの本当に、えー、そういうところとひ、まあ、密かに、えー、共同して、えー、僕は長、えー、新潟でやろうということで現代の新しい村運動みたいですね、えー、なんか大正時代のね白,白樺派のね。<あー S 2> <laughs> いや現代のななんんかそんな感じがまですねあのまあ3つの共同に僕はまあ,あのこだわってるというかあのうちの母体が福祉政教なんですね支え合いコミュニティ生活共同組合新潟といいますけどもこれを18年前に新潟で作って、うん、そ ここからクリニックを作ろうという動きで、えー、なので、共同組合の共同と、共同体作りの共同と、あとは、まあ、うん、佐藤さんのところも40人のスタッフということですが、うちも一時期100人を超えるスタッフで、その協力して働くの共同ですね。えー、特にその 協力して働くの共同の方ではあの自分自身のなんて言うかリーダーシップのあり方とかにはもうずっとこの12年、えーまあ、悩んでて、えー、心情的にはあのなんて言うかトップダウン式は嫌なとこはあるんですけども医療の構造上 医者の行為にしかこうほとんど診療報酬がつかないみたいなこともあったりして、うん、なかなかその辺のリーダーシップ悩んでたとこですけどあのナラティブホーム今回あの訪問して一番感銘を受けたのはやっぱ佐藤さんのーリーダーシップですねこう発信力も素晴らしいしあの、うん 同じ医者の、まあ、後継者じゃないんでしょうけどこう、えー、そこで一緒に医療をやって、えー、仲間づくりをしてあの独立させる方向の,あの開業支援みたいなのもやってらっしゃるとかですね、えー、多職種との共同も本当に看護・介護 の共同まああの深くは見れませんでしたけどこうあの何ていうか表面を見るだけでもだいぶあ,あのいろんな工夫が裏でなされてんだろうなという感じを受けまして、えー、本当に、えー、参考になりましたしもっと、えー、知りたいなというあとその土地の資源の使い方 ですよね。この物、大切ですね。えー、そのね、支援の使い方、えー、ハイデラとかも、ハイオクまあ秋葉ですかね、こう洗剤ナースとかいう言い方もありますけども、この洗剤、うん、<laughs> ケアラーというか。うん うん、それをこう発掘する力すごいなっていうこう共鳴力と言いますか、うん、本当にあのまあパッとあの見させてもらっただけでしたけど本当にあの参考になったなと思います。え、あのナラティブの路線はですね、もうあの 内観療法の語りっていうので結構あの、えー、やってきたつもりでしたけどもあの特に今ギャンブル依存症の人の内観療法が、まあうん、面白くて、えーまあ、その流れであのドストエフスキーがギャンブラーだったという話でそっちに行ったんだと思いますけども。あの とても矛盾した人たちなんですよねギャンブラーって、うんあの。まあ辞めると言いながらもあのもう手のひら返したようにもう隠れてやって借金まみれになったりとか、うん、まあそれを今まで内観でこう若干こうパターナル陰で導いちゃって。 たたようなところがありましたけどそれは内観ではありませんとかあの外観ですみたいなことを言ってましたがちょっとこう矛盾したその人の語りをそのある意味あのやりたいギャンブルやりたい自分とやめたい自分と、まあ、いくつかの人格のまま 内観してもいいような、えー、それは内観になってませんみたいなことを言わずにこういろんなあの矛盾するままの内観も今後やってみたいなというようなちょっとその物語こうあまり方向づけしすぎないようなのもありかなというのを今回あの。 あの飲み会のあたりでひらめいたと言いますか <laughs> あのはいいろ,いろ収穫がありましたあの翌日の物資援も本当にあによかったですあのその後縁があってあの多機能型精神科診療所研究会っていうのがあるんですけどそこにそこあの岐阜で大会があったんですがそこになんとあの え先月ですね先、5月にあったんですが、物資園の方が呼ばれて講演をやっててあの、精神科クリニックの人たちも興味を持ってんだなっていうのをあの感じてあの、縁だなと思って、ええ、ちなみに滝野能型精神科診療所研究会っていうのを。 来年、新潟で開催する方向でちょっと動いてますので、あのその時になるか、その前になるか、あのぜひ皆さん、新潟にえあの来ていただければと思ってます。いつでも歓迎したいです。あのすぐぱっと回れるぐらいの規模ですのであの、そう時間はいらないと思いますので。はい ちょっと長くなりました。はい。ぜひ一緒に行き,行きたいですね。はい。<え>それで、あの今、今村さんが展開してきた、あまあ、共同性のあり方とか、リーダーシップのあり方とか、医者としてのリーダーシップのあり方っていうのは、本当に天気を迎えていて、だけども、その新しい、こうね、あり方、まあ、新しい医者の分体みたいなもの、まあ、 まあ、あらゆるシーンで新しい文体を求めているんだと思うんですよね、形をね。で、そういう時にこに医療においてもやっぱ必要な何かがあって、まあ、それを今村さんも佐藤さんもそれぞれの方式で出かけてきて、今村さんの原点はですね、1992年の一日丸ごと、まあ、新潟大学医学部祭、一、えー、日丸ごと宮沢賢治。 っていうのとその前年に、えー、医学祭で上田紀之さんを呼んでね講演これは1991年かな。でも92年に一日丸ごと検事祭があって、うん、その時に私が呼ばれたんですね。でそれからもう32年だってそして今の形になってるんですよだから原型はあの中にあったんよね。 そしてそこに宮沢賢治のナラティブの世界というか死とか思想性とかそれからラスチ人協会の理念とかそういうものは全部詰まっていて今村さんの中ではそれは一つの生命を持ってねまさに命を持って息づいていてそれが地域に根っこをね新潟の肉にで今村さん自身は九州の生まれをねはいはい だから、はいあの、新潟大学医学部に行かなければ、新潟で本当にずっとあのこう、ね、地域医療をやる、まあ、九州地元に帰ってももちろんいいわけだし、まあ、大阪大学にもいた時期があるから、大阪でやるという手もあったし、あえてその新潟で、ね、やるということには、一つの思いや、何かあったというふうに思うんですね。 また後であとで補足がありましたら、えー、補足してください。では今村洋介さんに今今コンビでね学生自分から2人ともが優等生と劣等生を行き来するみたいなね <laughs> あの,あのこう非常にとんがった部分と非常に真面目な部分とはじけた部分と両方を持っていてお二人が。はいじゃあ今村今井さんお願いします。 皆さんありがとうございます。河田先生ありがとうございます。今井陽介です。はい。あの、物語の街、ありがとうございました。あの、物語の街っていう名前、本当にいいなと思っていたんですけど、今もこう目をつぶると、あの、せいな水の流れですよね。そしてお地蔵様。えー、あの、不思議にあの、 神珠様のような森の上に住み着いている詐欺ですよね。あすごい鳴き声ね。うん、すごい鳴き声。うん、<laughs> そしてまたあの物語の街のスウェーディン,スウェーディンあのハウスですよね。あのその様式の本当に上質なものが一つありながらも同じ敷地内に和式のとても上質な蔵の,あの、うん ホールがあるっていうですねあのこの上質同士の共存そして、えー、目をつぶるとこう湧き上がってくるような風景なんですよね。これがまさに物語の街だなということであのやはり美しい風景の中で人は行きたいですよね。あのうん、どうしてもあの そういうところまできちんと整えることってとっても難しいしお金もかかるし、えー、大変なことだと思うんですけどそういったことを一つ一つ丁寧にやられているしあのー、ような素晴らしい場所に縁ができるっていうのは、まあ、前世からのもしかしたら <laughs> あの得<ー笑>、えー、かもしれないんですけど、えー、それがなされているな実現しているなということで、えー、びっくりしましたし。 あたかも一服の絵,絵本を見るようなですねあの幸せな二日、一日しかいれなかったでした。物資もとっても行きたかったんですけど、一日を過ごさせていただきました。また夜はね、また違う意味の、えー、階段のような絵本でしたけど、階段ね、最後、ね、のモンスターが出てくるよね。あモンスターのマッサー。 い,いですよね。ねあのー、界隈のネオンといいますか、ぼつぼつとついているお店一つ一つに入りたいような、えー、とてもいいの街並みでした、トナの。ありがとうございました。えー、私はあのー、今村君と学生の頃、よろじい医療研究会をして、えー、やっぱり私の武道をやってて、体を自分で痛めたときに、えー 西洋医学ではなくて東洋医学の方でよくなったもんですからそういう生態治療っていう人に弟子入りをしましてでやっていると体を痛めたおばあちゃんたちが整形外科7件ぐらい経由してそこに来るんですよねでやっとよくなるとでこういうおばあちゃんたちなんでしょっぱなからこういうとこ来れないのかななんでそういうシステムがないのかなっていうところから始まりました で今村君と一緒に新潟県と福島県の県境の公民会を使って養老児医療相談所っていうのを始めたんですね。うん、学生が大して勉強もしてないんでわからないんですけど <laughs>、えー、おじいちゃんおばあちゃんの問診を取って後ろに本当にもう手弁当でねあの土日なんか稼ぎ時なのに治療師が来てくれるわけですよ。うん、ええ鍼灸であったり生態であったりですね、えー、気候であったりって そういう人たちにつなぐです、ね、という一つの理想の場所をそこに作ったわけなんですけど今村君はそれをもとにその医療タウンを見事にま決意しています私はその後、えー、全く逆の世界も見なきゃいけないっていう変なすごいもう学,学校なんか全然行かないぐらい不真面目なんですけどなんか変なところの生真面目さがありまして <laughs> <あの笑>、えー、西洋医学の 一番端っこに行こうと思って、移植医療とかですね、それからあの原発メがガンとか誰も拾わないような、ミッチながんの世界をこう、いろんなもう、なんですかね、川の中の砂金救いみたいな感じで、ありとあらゆるがんの治療をやっていました。でも、その間もあの、ありがたいことに、えー、いろんなご縁があってですね、そのありがたいご縁の一つが、 日本仏教看護美原学会です、えー、自分の精神的にもかなりしんどい時にその田宮先生という方と藤原先生という先生がこの学会を作ってくれて、えー、ちょっと自分は結構救われた感じがあります。その学会がまさにこの6月2 2 2 3 2 0周年を迎えまして、えー、京都の龍谷大学で大会をやりました。 日本仏教が日本に定着するのに3400年かかったという話が出ましたその。本当に日本人ってすごいですよね。こう <laughs> 仏教の形を根こそぎ変えてえ日本の風土に定着させていろんな宗派に分かれてえ、まあ、自分のものにしたんですけどでもそれでもしかしたらある意味骨抜きになってしまった部分はあるかもしれないんですけど。 えー、昨日のあ土日の学会では仏教看護仏教の心で行う看護医療というものが日本に定着するのにじゃあ一体何年かかるんだろうこの学会が始まって20年ですのであと10倍かかるのかといろ、えー、ような話が出ましたけれどでもあの神、ー、明さんがその陶芸学に行き着いたようにやっぱり仏教っていうのは一つの 答えじゃなないいかなと僕は思っています世界中の紛争でありそれから医療の問題であり、えー、社会の問題の一つの解決の糸口じゃないかなと思っているんですね。ですからあのぜひとも、うん、僕らがまだ元気で頑張れるうちにこの仏教にの心での医療だったり仏教の心での看護だったりそういったものがある程度 日本の社会のあちこちにこう根を張っていくような姿が見られたなというふう,だなという,ふうに今思っています、えー。まだまだその美原学会の実現の場所であるはずの美原病棟は私が去年から赴任しておりますけど仏、えー、教看護が根付いているとは言えません。普通の看護をしています。ただ素晴らしい場所はあります。えー 29章の病床のど真ん中に、どーんと17世紀のミャンマーの仏像がありですね。そして、朝晩とピア・ラソーさんがょ業してくれます。夕方のょ業には、えー、ベッドのまま3人、車椅子で5人、もう超満員です。うん、患者さんが詰めかけて、一心不乱にお祈りしています。 その姿を見て看護師さんもやっぱ思うところあるんだと思うんですよね。でも残念ながらスタッフ朝の音響に出てくれる人は少ないです。少ないですけどあのきっと種まきはされていると思いますのでここからまた、えー、日本の仏教看護がまた、えー、広まっていくことができればなと考えておりますのでどうぞ皆様もお力をお貸しください。 えー、今村君のところに来るついでにでも結構ですしまた美原病棟にもお寄りいただければと思いますのでどうぞよろしくお願いしますありがとうございますぜひあの一泊二日でですね <laughs> えー、あのえ支え合いよろずクリニックケアタウンですか、えー、を,を見学して一泊した後 長岡西美原病院、美原病棟見学にね、ぜ、ま、ひ、あ、皆さん一緒に行けたらいいなというふうに思います。で、今井さんが今、仏教看護、美原学会の会長職を去年からですかね。えっと、今年で3年目になります。はい,はい。こと任期は4年ですか 3, ?3 年なんですね。3年 はい、三年です。で、じゃあ今年来年に任期完了ということですかね。そうですね、はいはいうん、というふうになって今年は20周年京都で残念ながらその時命の研究会であの箱根に行ってたもんですからね今村さんのお誘いがあったんですがちょっともうすでに箱根に行っちゃう日土曜日から行ってしまうので。えーうん 龍谷、まあ、台だったら、あの車でも30分なので、行けない距離ではなかったんですけどね。でも、あの京都にいなかったもんですから、残念でした、本当に。今、ちょっと宣伝ですけど、来年は6月の28、29日、なんと東京の三夜で行います。<ー>初日が小塚っ腹のエコインでございます。首切りの。ーうん、あエコイン。 はい。二日目が。あのええあそこな何町ですか何町ですかあのえごい。小塚原。小塚原です。あ南千住の駅のすぐ隣。おっしゃる通りです。南千住のね。そうですか。二日目が浅草寺です。おいやー。そうですか。場所を変えるわけで。えごい。場所は、江荘院の吉水学源さんです。ああ。はい。 もう素晴らしい会になること間違いなしですので、どうぞ皆様、チェックしてください。うんはい、すごいですね。公園から旅をして、浅草寺まで行くわけですか、はい、浅草まで。吉水さん自ら山野を案内してくれるそうですので、はい、とても楽しいお散歩になると思います。はい。<laughs> その、 今、今、コンビでですね、いろんなことをや,りやってきて、そしてその来年が今言ったような、美原学会が6月の28区ですか、はい、に行われると、三夜と、それから、あーエコうインそして、えー、えー、戦争時使ってね。エコーインは、本尊何、仏さんですか あ、聞いたような覚えもありますが、すみません。失礼してしまいました。あの戦争時は観音様ですよね。だから、エコー委員はあんまりないかな？何なんでしょうね。まあ、分かりません。けれども、仏教看護の世界を、えー、もう一つ深掘りしてえー。そしてより実践的なものでね。こう繋げていく。 まあ、期待したいと思いますので、ぜひ皆様、学会の方も、それから施設の見学の方も、共にこう参加できれば一番いいですね。それでは、し、えー、名 P さんに行きましょうかね。し名 P さん。はい、つい先ろっというかね、2、3, 3週間前かな、に、ね、お伺いした。はい。はいえっと そうですね、えっと、まあ、鎌田先生にあのお話しさせていただいたところでいくと、もともと、まず、能、え、登、ー、の、えぇ、ー、真、まあ、言寺院の,、えーのまあ、復旧というところで、まあ、そのご縁があったのも、えー、鎌田先生とあの本を書くのは3年半ぐらいかかったんですけども、あの初めてお会いあの対面でお会いできたのが出版日で <laughs>、えっと、それ以前は Zoom 会議で、 本当1あの一一度二度ぐらいお話しさせていただいたっていうところだったんですけどもあかけてよかったなということで、えー、お会いできてでその時にあのまウ、あ、ン先生も、えー、歌を歌われるということで僕もちょっとシンセサイザーやりますっていうことを言ったら能登、まあ、でじゃあやりましょうみたいな形で誘われていったんですけどもその寺院の、えー、名前がですね先住院 さんというところで、ええー、先ややはもうご本尊がええー、千住観音さん、えー、いうところで、えっとまあ初日に鎌田先生とあのねあの曲の放送をさせて、うん、えっといただいたというところで観音様だけがね観客のね<っ>ライブをやったんだよね、はい、ライブをはいおの放能ライブをねライブをえー、やらせていただきまして三人はい。はい でまあ、千手観音、えー、様要はかあの、観音さんのお話も、鎌田、まあ、先生と道中いろいろあのお話しさせていただいて、まあ、こう大悲の体現であるというような、えーまあ、その大乗仏教の一つの、そのなんていうんですかね、まあ、本当に一つの象徴と <laughs> あの、最も象徴的な尊格というのが、まあ、観音であり、えーまあ、その最たるものがある意味では、千手観音であると。とりわけ千手千言観音ですね。 宣言官の、はいはい、で、えーでまあ、そこから、えーまあ、その、えー、都並に行かせていただいて、で、物語の街を見させていただいた後にあのに、まんぷくさんでしたっけ、えー、と、お名前が。はい、まんぷくじです。あ<の>はい、すぐ、あの、例のさ詐欺のな <laughs> くお寺で。 こちらも要は観音堂があるというふうにご紹介をあのいただいて、すごく立派なえ観音堂のところで、詐欺がバーっとこうたくさん鳴いていたというような感じで、あ、ここも観音さんだなというふうにえ思ってまして。で、えっと、その後、物語の街であのまあ美味しいご飯もいただいて、で、まあ、アットにしてから、僕はずっと <laughs>、これはもう本当に私のナラティブなんですけども、 僕はあの不動明王さんにご,ご縁がおあるなと、まあ、の今までの人生でもあの、まあ、すごくたくさんあったなというふうに思っている人間なんですけども、まあ、今回の旅で真、まあ、言寺院さんにもいくつかご縁があったのに、まあ、全然そのお不動さんいなかったなみたいなことは <laughs> あの思っていてでなんとなくこう心残りというか、まあ、あの旅が終わってな,なんか全然なかったなと思いながらその 飲み会の時だったか、どこだったかな。穴水で、ちらっとどなたかですね。あの、能登の七水町で、どなたかが、その三大、えー、北陸の三大人だったかごめんなさい。あの、ちょっとくくりは忘れたんですけども、で、まあ栗原不動村があるという話を、えー、っと、こう、まあ、ちらっと聞いてたので、あ、北斗さんいるんだなというふうに思って、帰りにちょうど帰り道にリク栗原不動村があったので、この車で、 寄って行ってたんですねで、あのー、で行ってみたら不動もちろんご本尊さんは、えー、っと不動明王さんで,で、まあ、一応三尊像になってたんですけどあの左あ私から見て左手ですね左手が実は千手観音さんだったっていうところでもちろん偶然といえば偶然なんですけどもなかなかやっぱりこう三尊像であのー 左が千住観音さんのことってあんま見ないかなと思ったので僕の中ではこうすごく意外だったというかなんとなくその時に一つ自分の中ですっきりできたというか伏線が回収されたのか物語の感覚的には縁が閉じたなという,こうあの感覚になりましてこの例えばその今なんとなくこう自分の感覚で言った縁 円環ですね。円環っていうものが、その自分の何らかのこう納得感を生じさせたっていうところで、その納得感だったり、円環だったり、えっと、まあ、そこに関わる仏縁みたいなもの、もろもろ含めて、それは一体自分のナラティブにとって何だったのか、この納得感はどうして醸成されたのかみたいなところは、すごく、あのー、こう、 ちょっと考えていきたい問いだなというふうに思いながら、あの、はい、記録に、あの、つきました。はい。というところで、ちょっと一つ、はい問、問いかけじゃないですけど、そういうものを残して、一旦、私の話はこれまでと聞いていただきます。はい。え、しめぴさんに、ちょっとね、提案があるんだけどね。えー、まあ来週、まあ4月初旬までにね、 1>, 1回我が家に来てもらってね2時間ぐらい2人でちょっと歌,の歌合わせをしたいのよねはいでシンセサイザーを持って来てもらってうちにもシンセサイザーがあるんですよあそうですかはいそれでアンプもあるのでまあ氏名さんのシンセサイザーの方が効果だと思うので、はい、まあそれこのちっちゃいやつと2台プラス我が家のシンセサイザー をちょっっと試しに使ってもらってでまあピアノもあ,のあるから一緒にやれることもあるし、まあ、私ギターで、えー、やるというふうなことやちょっとあのチェロ2台あるからチェロをのこう音,音,音響きだけをちょっとやってみたらどんな感じになるかとかいろいろ試しながらですね、はい、まあ2人でできる音合わせをちょっとやってみたいなと。 はい、そして今度、あの、また次に行くときに、旅ガラスで行くときに、あの、物語の街であれ、えー、支え合いよろずクリンクであれ、まあ、今井さんと一緒に行ったらですね、あの、どちらにおいても、あの、二人で、えー、ゲイができます。<laughs> 一人でピンゲイをやるよりも、 二人でピンピン芸をやった方が、ピンピン跳ね飛ぶので、より面白くなります。なので、まあ一人でやるケースも、まあ、それが基本ないと実力はつかないんだけどね。二人でやったら違うアンサンブル、やっぱりね、パワフルになるんですよ。やっぱりそこはね、円の力っていうかね、あの和の力がね、倍化するわけですね。二人以上のものが出ますね。音楽なんかやってると。 2人なんだけど、もう1人いるようなね、もう1人1人以上いるみたいな、プラスがついてくるわけですね、そういうこ同業3人みたいな、そういうようなものをちょっと現出させたいですよね。2人なんだけど、あれ、これ3人組なのか、4人組なのかみたいなね、まあ、その辺ちょっと時間合わせてやってみたいな。 で来年のビアハラ学会には間に合わないかもしれないけど、ど,どこかあの、ね、学会で、ね、招待講演を、ね、あのさせてもらえるぐらいまで、ね、進化したいですね。神明 P とトニー神明 P とかねでで、まあ。ともかくやりたいと思います。それではその次に、まあ、私の話はまあそんな漫談みたいなことで結構ですので、野留さん、えー、岡崎さんというふうに移りたいと思います。じゃあ、野留さん、お願いします。はい こんばんは。皆様えっと、なんか私みたいなものがお招きいただいてどうしようかと思ってるんですけども、あのずるしく座っています、まああの。つなぎ役ですよね。縁 <laughs> の黒字なんですよ。<laughs> そうなんですよ。でも本当に私あのいろんなことちょっとお話できるかなって思ってるんですけど、うん、まず私自身は何も本当にないんです。けれども、こうやってこう。皆さんの話を聞かせて。 いただけて、これは何幸せというか、ご褒美かなとあの思っています。で、毎日、母が96歳で、要介護5で、完全介護なんですね。うん、で、食、え、外、ー、と、演習はでね、丸4年間生きてるんですよ。演習だけだと食べにくいから、あの栄養、なんかスポーツジェリーみたいな、混ぜちょっと喉越しがいいんですね。それを1日に2本。 でゼリーも2パックそれと、ひ、えー、からびるので、週に2回点滴来てもらってます。で、それはもうむくんだらもうやめますってことは言っているので、それで在宅で見ています。もう一日中寝たきりなんですけれども、それで本当に丸4年見ているので、あの褒めてもらっています、ね。今私はだからその母の専属ヘルパー みたいなのをしながらあのコロナの時代って逆にズームだったのでありがたくて出ていかなくて済んだのでそういう意味で岡田先生とか島津野先生とも親しくさせていただいたり皆さんの話を聞かせていただくことができてすごくありがたかったです。で、えっと、本当はその私佐藤先生とは2014年か15年ぐらいに大垣で、えっと、一番初めにお出会いさせていただいて。まあ自分 自分の,あのお医者様は、まあ、なんて言うのかな引用が多いんですけどじゃなくって自分の言葉で自分のことを語られるドクターって私あんまり出会ってなかったので、うん、この人はすごいなと思ってもうあの <laughs> その時にあこの人はすごいと思いました。 でえっと、それがんかその何もものすごくお付き合いしてたわけじゃ全然なくてでそれが私が23あと16年か1七年に娘と一緒に物語の街の前の先代の方を訪ねさせていただいてこ,この中でいないでしょ前のところを訪ねた人ってすだったんですよ古民家をねやっぱりあの,あのちょっと改造させて。 されてねすごく素敵ででアートの北村先生だったかな来てらっしゃってそこで娘と一緒にあのトウモロコシを新聞紙で作ったりしてもうなかなか面白くてあこれは素敵なことを先生はやり始めてるなと思ったらもうあれよあれよという間にこのスウェーデンハウススウェーデンホーブですよ えー、このセンスはどうよと思って、でもうすぐ行きたかったんですけど、コロナに入っちゃったんですよね、コロナ期に。でもう母もだから、デイサイビス行かなくさせてしまったので、もう身を学けは取れなくって、でもうコロナの間はもう訪ねられなかった。 その間に母もどん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 なんか悪くなってしまってで私が動けない間にもう先生方がとっととっとと今度訪ねていかれたのでちょっといじけておりました。<laughs> 私の頃をぜひ訪ねたいと思いながらでその佐藤先生の持っている言葉の力っていうか詩の力っていうものを私はぜひ、えっと、私の知ってるどなたかに引き合わせたいなと思いながら そういういい方が身近にいなかったんですよで偶然そのここ何年間で島島先生と鎌田先生とちょっとこう親しくさせていただいてこれはこのお二方に是非相談紹介したいなと思って紹介させていただきました。でそれは多分あの天の私の何て言うかな配置だったのかなそのために私はさせていただいたのかな。 でもそこにもう一つ思いがけないことに鎌田先生ががんになられてでそこで鎌田先生の、まあ、たくさん周りにお医者さんいらっしゃるんですけれども、まあ、気の置けないところのセカンドオピニオンをこうしていただけるような立場に佐藤先生がいてくださったい、うんね、本当に私はあ,のありがたかったです私は、うん、ほんの少しでも 私の大好きな先生方にご恩返しができたのかな、つなぐことでご恩返しができたのかなと思っているので、今日は本当にずうずうしかったんですけれども、座らせていただいてで、それで今井先生と今村先生は、実は一度お出会いしてるんですよね。1年半ぐらい前かな、あの冬の1月ぐらいに、連の統一協会のインタラコンテナの時に、 ズームで鎌田先生と島津の先生と持たせていただいたときに私が座っておりました <laughs>。で、それと仏観美原ですよね。あれは私は2014年に大阪の大手院で島津の先生が仏観美原のあのなんかシボジウムか何かあったときに、そこで初めて島津の先生にお電話させていただいて、その時に藤原先生に初めてあのハイ先生から紹介していただいて。 で、藤原先生は滋賀県の木の本なんですね。私は彦根なんです。近いんです。車で30分なんです。ものすごくお出会いしてるんです、それ一個。もう10回、20回ぐらい。もっと会ってるかもしれない <laughs> で。で、価閑美原も入らせていただいてたんですけど、えー、ここだけの話。天然性を引かれて藤原先生が物閑美原から知りどかれてしまう。その時に私はとてもちょっと。 残念だなんで、私は物販ビラーをやめました。ということがありました、実はね。で、えっと、今度も大会の方は何かちょっとお手伝いをって話もあったんですけども、ちょっといろいろありまして、お手伝いできなくて申し訳なかったと思います。でも、あのすごくあのいい大会があったようでしたので、えっと、藤原先生からもあの絵本を見せていただいているので素敵な絵本だなと思って見ていました。 えー、あと何だっけかなそれでしたね。それから、あとね、言いたかったのは、それから、えっと、神明 P さんは初めてなんですけれども、ずっと鎌田先生のおもしろ大学で拝見させていただきました。で、やっぱり、あの、等身大の語りをこうされるってことは、今の人たちはものすごく受け入れる、受け入れられる。だからそ,それと 若い感性がやっぱりう羨ましいなと素直に思える年になりました。ね、私自身が年取ったんだなと思うんだけど、ああ、いいなと思ってでそれの若い方をその重鎮の、ね、島田の先生、鎌田先生っていう2人が本当に引っ張り上げてるんですよね、後押しもすれば引っ張り上げてる。そのお2人の在り方っていうのは私はとても素晴らしいなと思って、いつも思っています。 あの若い人を引っ張り上げてくださろうとしている、えっと、心を引きっていうのかな、すごいなと思っています。から、いっぱいせっかくだからあ、それともう一つ、今日も気がついたのは、鎌田先生には島津野先生、島津野先生には鎌田先生がいた、それから今村先生には今井先生、今井先生には今村先生、うん、これがやっぱりすごい力だったのかなと思って、こう。 なんでしょう支え合うとか助け合うだけじゃなくって時にはやっぱり批判もしたり耳に痛いところも多分お互いだから言える他の人言えなくても嫌なこと俺しか言うのいないよねみたいなそれがあるとそういうなんつながりっていうのは強いし2人ともがものすごく、うん、育っていけるって悩んだ言い方ですけどいけるのかなって,言うぞってすっごい。 すごくいいよねってことを思っているので、あのなんか佐藤先生結構孤独か <laughs> あのマンコはおるけど、そこはなんかね、なんか誰かいるとすごくいいよねっていうことも思っておりました。はい、以上です。あのなりました。ありがとうございます。 あのまあこの中で女性は野辺さんが一、えー、人ただ一人なんですけどね私の画面ではね9名いてねあの金剛会漫談なんですよ9名いてね、うん、ど真ん中にね野辺さんがね金剛会の大日次のなのねご本尊としてこう治験院を結んでいるみたいなねそういう位置に見えるんですが皆さんに,には あのギャラリービューであればど真ん中に見えますど真ん中に見えるやっぱりね、すごいね。この自然にこれ選んだわけでしょ ?AI が。<laughs> 私、のは神明さんが真ん中でね。え、本当に <laughs> え違うんね。 私は鎌田先生がど真ん中にょってた。それと <laughs> それ不思議なのでね、どう,どういう意うなの全然わかんない、ねご。ごまじゃないですかごまで本、ね、あ,あのどの目さんが一番真ん中なの。<laughs> い<や>それで右上が島津さんね、<laughs> 左下がね、その初会に、ね、行くのが今村さんなのね。で、えー、今井さんがあ左上で、 え佐藤信子さんが右下さんですねで。水平の真ん中のラインに左側に奥田さん、右側に岡崎さんという配置なんです。うん、で、しめいさんと私が上下んなん私が上でしめいさんが下と。<laughs> これ結構あの本当に今後買いまんだろうなんですよ。それで最初、佐藤さんのところが合算税。あの から始まってですねどん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 上昇していって最後の上心へっていうのが野部さんの1位置になるんですね。混合会ではですよ。でもちろん体蔵会ではど真ん中があの一番の蓮華、まああね、八要因というのが大蔵会のど真ん中なんですけどね。うん、でその野々さんが あ,ある意味では臨床宗教司会の私たちの島殿さんとかあの私たちのね、えー、窓口になってくれていろんな窓と窓をつないでくれてんですよね。だから本当にこう縁の下の力持ちであると同時に縁結びの女神さんでもある。 そういうようなあの縁結びをね、いろんな形でしてくれて、私と島園さんは確かに学生自分から私が最も尊敬する宗教学者ですし、一番信頼をおける宗教学者です。とか、今、今さんはですね、私も学生自分から2人ともよく知っているっていうか、気心をね、よく知っている。そして本当にあの彼らの熱意と情熱とね、発信。 細ボ大臣はね私なりにちゃんと受け止めているでその2人があのコンビとなってねいろんなところである意味では助け合っているとか励まし合って、えー、やっているというのはあの好ましくとても思っていますいまいましいけど好ましく思っています <laughs> で島田さんと私も何とも言えない不思議なあのご縁ですよね で私がいろいろこうやろうとするときにいつもねあの貢献役のように引っ張り込んではね猿代表のことでやるとかいろんな東京自由大学もそうですけど引っ張り込んではあの島野さんにいろいろね助けをこうているわけだけどでも島野さんがね先ほどの千手観音みたいにね手を差し伸べてくれてそういうその後ろ手でうまく前の手も使って。 いろんな形でこう育ててくれていたところがあるんですね。でそれはやっぱりこう、自愛というのか、上智大学もそうだけれど、島園さんのこう法要、えー、育成力っていうのは、やっぱりあの学生の育て方もそうだけど、東大のね、陰性とかゼミ生とかの育て方もそうだけど、やっぱりすごいものがあって、島園スクールと言えると思います。はい、島園さんを、 慕うこう文生というかね島園スクール。で私島園スクールの最後の別れ会東大のんか会館でね大会館記念の,あのパーティーがありましたよね。その時にみんなが一緒になってね島園劇みたいなのをねあの、まあ、奥さんも一緒になって物語みたいなのをや,やりましたよね。なのであのそういうこう。あの ちょっとあの島殿のさんを愛しながらもちょっとあのユーモアスにおちょくるというのかいじるみたいな部分も含めてねまあ島のゼミはその文科生の自由度とそれからそれをあの良い形で育っていくというそれぞれが個性をねあのたわめられずに制限されずにあの,のびのびとこうやっていてまさに東京中大学が目指すような自由なね 島津のスクールを作り上げたな。で、初代の雲野政郎先生もね、雲野スクールっていうのは本当に自由なスクールああ<ー>、お葬式のね、一周期にこの間、雲野政郎先生物理学者なんですがね。うん、そうそう。いやー、なんていうかね、そのお弟子さんたちの、うん、なんていうかね、こう品格というのかな、物理学って、まあ少し前の世代なんだけど、うんなんかね、すごい感じましたね。専門物理学ですね、うん、宇宙物理学。うん、そう。 そのね、あの運のスクールというのは運の先生はすごいあの世界的にもあの高明な著名な対応理論を、ね、新たにこう理論物理学者として、ね、理論天文学者として発見したとか予告した人なんですがそれが、えー、いろいろあの災害とかを飛行している時に必ず引用されるような引用回数の非常に多い理論を 産野三郎先生は、えー、こう発見されてそれを学会で提示したんですね。で産野スクールの人たちっていうのはあのそういう雲野先生を慕いつつも雲野先生にずけずけとこうお話もしたりして雲野先生はそれを面白がって育ててそして雲野スクールというのがもう自然に出来上がっていったみたいなね。 で運の先生が支配して何とか作ったんじゃなくて好き勝手にやればみんな面白いことをやれば伸び,伸びていくんだよみたいな形でね運の先生が率先炊飯して自分の好きなことをこうやらかして弟子たちもそういうことをこうやっていってそして自ずとそういうサークル運のサークルができて、まあ、運のスクールとあの世界では言われるようになっていた。 まあそういうあの先生が初代の東京十大学の学長で,で2代目の NPO 法人で島本先生が、えー、学長を務めてくれてあのそういう、えー、今いろんな形であのコロナになってからの方がむしろ良かったわけですよねあのオンラインとかでいろんな若い人も含めていろんな人とつなぐことをできて。で、えーオン コロナになってからうまくいっているそういう NPO 法人の一つは東京中大学だと思いますで対面も大事なんですけどもそこでもう一つのつなぎ方とか見せ方とかあるいはそれにある,ある種の有料性をね出すことによってアーカイブで見られるというふうなことも含めて会員数に関しては減りましたけれど。 実際のヒット数というのか、あの来てくれる人は、えー、多くなっている、そういう意味で、えー、こう会員という支え方じゃない、もうちょっと違う緩やかなつながり方で今支えられてきているという、まあ、これもあの自由度をある程度担保しながらも支えられてきているという、悪くはないなというふうに私は思っているんですね。 えー、島野さんがしてくれていて、まあ、いろんな意味で私も助けられています。だから私はあのい,ついつ死んでもあの大丈夫だなと思う一つのですね、あのこうは島薗進むがいるからね、島、ま、か、あ、ま、島かまコンビが。学生時代っていうか20代にね、うん、ベッドも共,共にしました、ね。<laughs> <laughs> まあ、そういうこともね、あったかもしれないし、私があのビルの頂上みたいな、ね、ベランダから照明をね、下にね、二十何回からしているのを、あの見とがめをせずに、しょうがねえなと言って,見逃して、見逃してくれたというね、そういうふうなこととか。あのね、え<っ>エッフェル塔で、あの、ほらがを吹いたときは逃げました、私は。あ、そうだね。あるいはあの、冷たかったね。<laughs> あの時は逃げまし <laughs> でも私は笑ってたんだけどね、あ、あそうだろうなってね。 まあそうだろうなとは思ったけど、別にあの何のあれもありませんよ。面白い、<laughs> 面白がってたけど。まあそんなようなことでね、シマカマコンビとイマイマコンビがね、こういろいろこうあって、で、あの、佐藤さんがお医者さんでそういう,こう、ね、コンビがいたらもっと助かったと思うけれど、でもこれからですよ、佐藤さん。うん 佐藤さんはね、これから住職になる身ですからね。そしたらね、同業二人のね、そういうふうになっていったらね、違うと。倉さんとのコンビは素晴らしいな、また。い<や>他にも、ね、ないあのもう本当に立ち上が、ね、マスターもね、飲み屋のマスターもね、いろ、うんまあ、んな意味であの分野が違うあの人と、うん、うまくつな、ね、げ でそれは佐藤さんの持ってるこう広がりの、ね、魅力、魔力、そういうふうなものが人と人を結びつけているなと、それが今,今村さんがちょっとね、すごく学んだリーダーシップの、ね、あり方で、やっぱり島津のリーダーシップのあり方とか、いろんなリーダーシップのあり方っていうのはあると思うんですね、人を育てていくための、あるいは人が育っていく環境を作っているという。 まあその辺のところはこれからも本当に大事になってくると思います。ちょっと話しすぎました。小笠崎さんお願いします。あありがとうございます。そんなあの鎌、ー、田先生の話を聞いてる方が楽しいですので全然いいんですよ。<laughs> じゃあ少しだけあのー、実はあのー、先日島津先生と今村先生今井先生にはあのー、4月の終わりぐらいでしたっけあのー、会食と一緒にさせていただいてありがとうございました。 もうかま、実は鎌田先生は1 0 m i n t v でよく見ているので、今日もその延長ぐらいにしか思え,思えなくて、す <laughs> ありがたいです。はい随分お歌が上手で歌,歌を歌ってるシーンを <laughs> 結構あの連チャンで出てくるので、あのはい、もう随分耳に残りました。お世話になっております。はい、いや最近の本当あの、物語の街に来ていただいて、私は その先ほどちょっと10年前から佐藤先生の下でナラティブブックっていう、まあ、ものは使うようになりました。ちょっと皆さんと少し違うのは僕はあの薬学部ですね。薬剤師として、えっと、出た後、あの普通にあのアルツハイマーの遺伝子研究で日本医大にいたり、その後大学に戻って薬,薬剤師の,あの教育で法律をずっと教えていたりと。 でそういうう。い中でで何があるんでしょう僕の中ではやっぱ科学者っていうのが根底にはあってあの常になんかやっぱ自分がわかんない自分が説明できないもの、えー、と再現性がないものなかなかうまく説明ができないものにはこうあまり近寄らないというか興味はすごくあるんだけども近寄っても自分が理解できないのですごく苦しいんですよね。 でそういう中で佐藤先生との縁はあの皆さんもきっとお薬手帳って持ってますよね薬が書いてあるあれを電子化するっていうアプリですあの当時まだ全然あの似たものがあんまりなかったんですがもう2012年で iPhone がまだ出始めの時にそれを作ってで1万10万ダウンロードぐらいかなそんなことをやってた時に佐藤先生があの声をかけてくれて でまあ、お薬手帳ではなくてそのもっとその患者さんの,、まあその思いだとか患者さんの言葉というのもそれをみんなで共有してその人にきちんとあの寄り添える仕組みっていうんですかね、まあ、アプリといえばただのツールではあるんですがツールは鉛筆でもボールペンでも同じように書くっていう行為に関しては何にでも代替が効くんでしょうけど。 その人の思いとかを、まあ、他人に理解してもらうとか逆にそれを知った方がうまく寄り添えるという、まあ、そういう,こう思,想思想があってこのツールがあるみたいなこうそういうものを一緒に作らせてもらってもう10年になります。でおかげさまであの佐藤先生の盟友の伊藤先生という先生が秋田で医師会におられて。 秋田では一応その思想ナラティブっていう思想をまあ10年かけてまだまだですけどでも少ない少ない人でも一般の本当に本当に普通の人おばあちゃんとかが病院に来てナラティブってナラティブブックで見てほしいとかナラティブっていう言葉を口にしておられるのを見るとなんかすごく10年って。 短いようで長かったんだなと感じるシーンがあります。まあ、これからもその佐藤先生のもとでこの思想としての哲学とも言っていいと思うんですがこのナラティブっていうものをどう扱うのかっていうこととでも僕の中ではなかなかそのナラティブを自分の言葉で説明するっていうのがいまだに僕の中では結構微妙で人の言葉は佐藤先生の言葉だとか佐藤先生の周りにいらっしゃる方々の言葉を借りてあの説明はしますけど。 ちょっと多くこ、これ最後にこの話はあの、薬学部がですね、今年の4月から入ってくる学生に、文科省が文科省が課したコアカリキュラムというのがあるんです。絶対にそれを学ばなければ大学を出れないというのが、あの職能って医師でも薬剤師でもあるんですが、その中にナラティブって言葉が出てきたんですよ、いきなり。おおナラティブ、人の、その患者さんのナラティブを聞いて、 それを生かして薬物治療をしなければならない。うん、これが文科省が課した薬剤師にななるための条件なんです、えー、でも今までナラティブなんてそんなある意味ちょっとちょっともう言い方雑ですけど非科学的あの再現性があるものじゃないですよねみんなみんな違うし全員違うしどう表現されるかも違うしそういうものを扱っていわゆる要は薬剤師というのは科学者ではなくて まあ、ではないとは言いませんが、科学者でありながら、その人と寄り添えと強く言ってるんだと思うんですよ。もともと医師にはそんな科学者なんていうのはないと思うんですけど、あの薬剤師には明確に科学というものが大前提にあるので、今まであの人,の人と付き合わなくていい仕事ということで、薬剤,薬剤師はほとんどでした、ね <laughs> はい、あの要は薬と向き合ってれば、誰とも話さなくてもいいようなものだったんですが。 それだけ社会が変わってきている中で、まあ、先生のもとでこうナラティブっていうものを扱わせてもらいながらそれを分かんないからこそ誰よりも大事に扱ってるつもりなんだけどでもどんな形もしてないこれをどう,どう自分で救,っていくの救うっていうのは手に持ったらいいのかとか渡すのがいいのかとかっていうのは常に悩みながらそんな,そんな仕事をさせてもらってます。 そういう中で、あの、わかんないものをすごくきっぱり言い,言い切ったのが、あの、神明さんのあの本だったので、自分の中で確かに食うって何だろうってわかんなかったんですよ。あっちこっちに食うって感じが出てきますよね。うん。あの、反射心境でも何でも。うん。でも、まあ、あの、正しいとかそういうことを言いたいわけじゃなくて、僕の中で随分よくわかんなかったものを、 もう本当にぶった切るように一言で分かりやすく説明してくれたのはあの本だったので周りの人に10冊ほど買って配っておきましたのでいや本当にあの素晴らしい本だと思いますあのでもやっぱりこう人から教わることも大事だけど僕たちの仕事ってそれを人に伝えるのが仕事なのであの学生だとかあのそれは島薗先生も皆さんそうだと思うんですけど。 そうなると今度やっぱどう伝えたらいいんだろうなってこう自分が知って自分の中に腑に落ちたことをどうやって他人にアウトプットするのかっていうのがまた今度は次にまた難題が出てきたなって思う、ね。自分がわかんなかったら無責任に分かりませんって言えたんですよ。でも自分としてはなんか分かった気がするんですよ。だとすると逃げれないんですよね。なんとかしなきゃいけない。そんなのを あの日々あの皆さんにお会いしてこの間も食事しながらあのもう一方あの、えっと、政治をあの山形でされてる方あ、はい、あの草島真一さんねはい草島さんとあの彼,彼ともあのあとちょっとあの山あ,のあそこの山に連れてってもらおうと思ってあのメールのやり取りはちょっとさせてもらったんですがいやでもその前に彼が今一番推してるあの風力発電の話は、はい、あ秋田ではもう なんて言ううでしょうもう彼がおかしいと思うぐらい岸辺とやもう川っぺりあ海っぺりにバンバン立て続けて、まあ、多分どっかで病気が起こるんだろうなって彼は言ってたけど。うん まあ、でもねそれを決めたのも、まあ、市民の代表が決めてるわけだからそれは僕も僕はあの東京に住所があるのでもう半月以上あの年の半分以上秋田にいるんですがやっぱそういう,こう土地柄だとかそ,のそういう土地に住んでるそういう土地を好きでそこの場所を選んで生きてる人たちっていうのがどうやったら守れるのかなって別にあの風力発電がどうのっていうこといい以上に。 さっきのナラティブだとか、どうやって過ごしていくんだろうっていうのに少しでも役に立てたらなと思って、まだまだ学びの、もう50も過ぎて、相変わらず学ばないと前に進めないですけど、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。私も73過ぎては毎日が学びの。<laughs> そうですか。<laughs> じゃあまだまだ、横ですね、はい。もうあの、<laughs> それはあの世に行ってもね、学び続けると思ってます。<laughs> では、果てがないと思います。 では小倉さんあの、今お話にもいろいろ出て、ちょっとあの遅くなりましたけれど、えー、私たちをこういい意味でーオーガナイズして、アテンドもしっかりとホスピタリティ、ねえー、してくだ、えー、さいまして、ありがとうございました。小田さん、お願いします。こちらこそありがとうございます。あの今日、この場でこうやって皆さんと一緒に出ること、すごく光栄に思っています。 あのまあ、今年の3月の1日に沖縄に行ってですね、で島津野先生には那覇空港で、えー、出てこられた時にもっと怖い顔して出てくるのかなと思ったらニコニコ優しいお顔で出てこられて、そこでお会いして、えー、その前に野辺さんにはあの空港で落ち合ってですね、あのそこからなんかこう、ほわっとした気持ちですかって、鎌、えー、田先生にお会いしたら、 先生はきっと怖い方なんだろうなと思ったら全然違ってあのすごく楽しい話をずっと聞かせていただきましたでも、えー、と僕自身はあの去年60歳になったんですけど去年まで普通のそこら辺にいる一般市民でしたのであの宗教で考えると、えー、正月になればあの初詣に行ってそこの神社が何の神社か知らないで行って家族とみんなで行ってました。 で、えー、クリスマスが来れば子どもたち小さい頃はクリスマスだって言って、えー、なんかお祝いしてました。で、誰かが亡くなると、あのお寺に行って、葬式に行って、お経を聞いてて、そこのお寺がどんな宗派かなんてあんまり考えたこともなくて、えー、普通のそんな生活をしていました。で、去年、あのー、縁、ま、があ、えー、なって、佐藤先生に知り合ったのが12年前ですけれども、その時に衝撃を受けてですね、この人のところで何か、 仕事がしたいという思いで、えー、65になったらもう働けないなと思ったので、去年60で、前の仕事を辞めて先生のとこを聞きました。でその時、先生に最初に言われたのが、えー、古事記を見なさいって一番最初に言われました。<laughs> <laughs> 古事記を見なさいって、でも古事記の原本なんて読めないので、なんかあの漫画で呼ぶ古事記みたいなやつを読みまして、でそこから原点で入っていきました。で ああそうなんだっていろいろ自分が今まで何にも考えないでいたところにいろ、えー、んな興味が持てるようになってで、えー、まあ,あの一僕は3つ仕事を変わってまして一番最初は、えー、旅行会社におりました、えー、旅行会社ので営業と展示をやりながら22年間旅行会社にいてその後社会主要人で、えー、主に知的障害者の 施設ですねちょっとあの北海道でも大きな施設で、ちょうど今話題になっているあの日ハムのエスコンフィールド北海道の窓内にありまして、まあ、そこにあの、法人の敷地を一部あの、すごい高額に売却をして、建物を建て替えたという,ようなことをやってましたけれども、まあ、そういった法人にも十数年いて、今、あの去年60歳になって、佐藤先生のところに来ているというようなことで、仕事をしてきましたけれども、正直言って、 自分であんまり考えたことがなくてですね、えー、今はもう自分はここで何をするためにいるんだろうって毎日日々考えながらいます。で、あのシメさんの本、鎌倉先生があの確かメールの中で、この本、皆さん読んでくださいってメールをいただいて、これだと思って、そのまま Amazon でポチッとして、 えー、Amazon で届いて佐藤先生にこれ買ったんですよって自慢したら佐藤先生はもう読んでいたっていう <laughs> <laughs> そんな状態で,でこれ一晩で読めるよって言われたんで僕もあの一晩で読んでみようと思って本当に読んだら一晩で読めてなんかこう志村さんの本を読んでちょっと心が軽くなったっていうかあの僕自身自分ってなくて未だに自分が何なのか分かりません今何のために自分はここにいているんだろう で変な話、家族、今、一家、離散しておりまして、みんなバラバラに住んでます。うん、現住所、札幌にありますので、バラバラに住んでますけれども、なんでここにいるんだろうって、あの自問自答してる、で、不満があるわけでは全くないですね、毎日が充実しています。いろんなことをやなのが、毎日充実した仕事をしていて、今日もここの場にいることが、僕にとってはすごくあの嬉しいですし、喜びでもあります。で ただ、そうは言っても自分って何なんだろうってずっと悩んでた時なので、あの自分とかないからっていう、このタイトルで僕な、なおっと思いまして、そのまま読んでって、えー、よく分かってないんですけれども、なんか楽になりました。で、えー、この本を読んですぐに岡崎さんに、この本面白いよって言ったら、岡崎さんもすぐその場で Amazon でポチをして広がっていきました。で、他の友達にもですね、友人にも、あのこの本面白いよって言ったら、みんなすぐにポチをして、で、 読んだ人はみんなあの他の人にも勧めてて、えー、どん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 何んか広がっていってるでうちの家族もうちの嫁さんもあの今読んでますで娘も読んでいますっていう感じでみんな何なんか読んでどん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 広がっていってなんかいやみんな受け入れられるんだなと思いながら聞いていました、まあ、あのそれでこうやって知らないとよかったなと思ってますでまだまだこれから悩み続けるんだろうなって自分で思っていますただ、えー、今回ここにいらっしゃる皆さん 浜先生島津野先生、今井先生、島村先生、野々目さん、岡崎先生で、佐藤先生とですね、えー、こうやっていろんな話を聞いていく中で、えー、僕は聞くことしかできませんけれども、聞いていく中できっと自分の何かあの分かってくるのかなと思っています。今はまあがむしゃらにいろんなことを、まあ、こんな年ではありますけど、やっていきたいなというふうに感じています。まあ、今日この場にいていろんな話を聞けて、すごく感激していますので、 これからもぜひですね、私はあの聞くことしかできない身ですけれども、聞いていろんなことをしていきたいなと、まあ、自分の一番の特技は段取りすることと、それからあの人を喜ばせるということが自分、喜ばせるためにはどうしたらいいんだろうって常に考えてきたっていうのが、自分の今、一番の特技なのかなと思いながらやっておりますあの。本当にありがとうございます。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。 ありがとうございます、えー。奥田さんが最初旅行業から始まって。次の業種が何でしたっけ。ごめんなさい。社会福祉法人です。あの知的障害者の施設でした。社会福祉法人で。十年ぐらいですか。十二十七八年いました。いや、十八年、十八年。はい。ま旅行業が三十年ぐらいですかね。二十三年入りました。はい。 それで十何年、えー、社会福祉の関連にいて、三度目の正直で当たりましたね。はい、当たりました、ありがとうございます。大当たり宝くじみたいな。<laughs> ういう今の物語の街に、今まで旅行業と福祉業で、ある意味では似てますよね。こうおもてなしのような人をケアする、<laughs> 接待するというふうなことの。 あのお世話係ですよねそういうふうなことに関わっていて、はい、そして物語の街でどういうその世話のあり方を経営的なあり方をいろんなタイプの人たちに、まあ、いろんな形でこうしなきゃいけないというまとめ役を、まあまあ、物語旅行株式会社ですかえというのを作りながら、はい、まあ要するに 皆さんの人生の旅のねお手伝いをおと同伴をね少しの間でも同伴をどうやってできるかみたいな、まあ、そういうある種同業二人とか同業何人かの世界っていうものを作っておられるんだと思うんですね。でそういう最後の職種というかこのお佐藤先生のもとで。 えまあ生涯をね最後の仕上げをしたいみたいな、まあ、それがこう,うまくいくというふうに私も確信しておりますので奥田さんには末永くですね、まあ、佐藤先生を支えていっていただきたいと思っておりますし、まあ、皆さんもそういうふうに全員思っておると思いますで応援もしていると思いますよろしくお願いします。でえー、っと言い残したと ありましたら皆さんの中で自由にちょっとあるいは、えー、このお方のおに対してちょっとあのー、ね、えー、こういうコメントをお伝えておきたいというのがありましたらお願いしますいかがでしょうかありませんはいはいどうぞ私ね熊田先生は死なない気がするんですけど 佐藤先生は心臓が悪いので、佐藤先生、気をつけてくださいね。あの佐藤先生も、かま <laughs> 先生も、でもね、私はあの死んでも死んでいないというか、生きていると思っているので、あのうん、死ということがあの終わりだとは思っておりませんから、そこはあの違いますわね。 死んでも形を変えて生きているので。で、その、この世のつながり方がどうなるかはね、<laughs> ちょっとわかりませんが。まあでもあの、死は終わりではない。死は次のスタートでもある。間違いなく。まあ、それは確信しております。ところでですね、岡崎さんにお勧めしたい本があるんですねあ。ありがとうございます。ぜひ。はい、ナラティブの というのがあの薬学の教育とか、看護ですか、はい、医学とかの教育の中にもうはっきり入ってきたと、うんまあ、それをナラティブベースメディスンの、今までのこうエビデンスベースメディスンだけではもう、も、えー、う収束しない状態、うん、高齢者ケアの問題とか、まあ、いろいろなあの問題が、うん、そ皆さんに広く認識されてきたと思うんですね。うん それで私がお勧めしたいのは、岩田刑事を読むという京都大学出版会のこの本です。2022年の12月5日に出ました。ですから約1年半前に20、2022年の12月5日に出版されました。岩田刑事を読む。岩田刑事っていうのは、 京都大学出身の地理学者、文化人類学者です。うん、で特にラオスなんかの民間信仰を訪ねて、はい、ピーというね、アニミズム論というのを一番あのフィールドワークに基づいて展開した人なんですね。はい、だから本当にあの梅原武さんがアニミズム論では、ちょっとあの、うん、メディアには出たけれど、本当にアニミズム論を 自分の人生観、世界観として、研究として、ずっと一貫して主張してきた人は岩田啓二さんです。この人が一番しっかりとしています。その岩田啓二を読むという弟子のですね、文科生の松本博之さんと関,の関根康政さんという2人が変者になって、はい えー、岩田圭司さんの教え子の人たち、まあ、大阪市立大学とか、うん、東京工業大学とか、えー、国立歴史民族博物館民博ですね、うん、とか、大谷大学とかで教授とかあ、助教授とかを務めてきたんですね。で あの島野さんもあの岩田さんとはある面では下宿した一人だと思うんですけど、うん、私はあの岩田さんの書いたものとか非常に好きで、まあ、彼の生き方も好きで、まあ、彼の感性も好きで、うんまあ、非常にあの共感できる、まあ、最も私が共感できる文化人類学者は、うん、岩田圭司さん昔からです。 その岩田圭司さん1922 19年生まれなんですけどね、はい、あのもう亡くなって、えー、十数年経ちますが弟子たちがこれをあのあのまとめて本当にあに読んだら面白いし岩田さんは今の言葉で言えば独自のナラティブを自ずからあの学問の世界でも彼の表現の世界でも作り上げた。 そしてこの「副題」がですね「今こそ自分学への道を」という副題なんですよね。新、うん明 P さんに言わせると自分とかないからだから「<laughs> 自分学」なんてね「え、うん、え」というねなんだけどこれは逆説的に私は今こそ自分学が必要だと思ってるんですよ。 つまり自分にこだわら、あの、新名 P さんの本がいいところはね、私は何度も言ってますけど、自分で自分をいじる、いじるというね、自分で自分を笑うというのか、自分の、うん、滑稽さとか、自分の辛さを辛いという形で表現するんじゃなくて、笑いながらね、それを自分でいじるっていう、これがゲイですよね。だからそこがね、ある種、迂回してメタレベル。 う回、ん、したメタレベルを持ってるわけですよね。でこういうその自分の意地方っていうのはやっぱり一つの自分学だと思うんですよね。うん、自分とはないからという自分学を、うん、で自分のナラティブを展開せるんですよ、ドーンと。だからあの神明さんは自分とかないからと言いながら。 自分を語り続けているんですよね。そういう,こう持ってる、まあ、独特の自分ナラティブを展開してでみんなはですね「あ自分」っていうのはあ自由なんだよっていうね実はあのこの制約があるかのように思ってたけども、うん、学歴とかあの会社のね経験とか枠組みとか。 でいっぱいそういう枠組みで自分を語ろうとしたけどこんなの兵みたいなもんでそういう枠組みじゃなくてもっと自由なんだなあという感覚が自分の中に芽生えると違う自分がていてこれをあの岩田さんはピーとあらゆる存在にねピーというこう。 魂みたいなものがある、魂みたいなものがあるという、その魂と交換するというナラティブの世界を、あの独自の自分の文体で、独自の自分の語り口で語った、最も独創的な文化人類学、日本の最も独創的な文化人類学者だと思います。これが今ね、話題になってね、人類学では存在論的展開とか、<laughs> いろいろ難しい言葉で語られてるんだけど、 はい、この一番の日本における走りは岩田啓二さんやと、岩田啓二さんの師匠筋にあたるのは今西金次なんで、今西金次はあの、うん、動物の、ね、声をね、あ,まあ、ある意味で聞くような、そういうところのあった人だと思います。岩田はあの、やっぱりかなり禅をやってたし、そうそう石田哲学の影響がやっぱとても大きいと思います、ね。 天龍寺に住んでいたのね、学生時分。宿してた。なので、学生時分から道元とか読みかつ禅も。天龍寺は、あれは臨済宗ですよね。禅をやっていた。まあ、兄弟はあの禅のめっかですからね、うん、大学に。うん、はい、えー。そういう、こう岩田刑事さんの,あの文化人類学の世界は、とても物語。 です。ありがとうございます。とりあえずもう今注文しましたので、明日届きます。すごい。早い。はい。どうもね、あの、アマゾンに貢献するのが悲しいんだけどね。確かに、確かに、それはいつももう。あの、便利だけどね。兄弟の出版会から買おうとしたら、あの、今週中に着かないので、アマゾンにしました。そうですね。 <laughs> 翌日に着きますからね。いや、本当、本当そうです。配達料、でも、ま、アマゾンの告示して、その使,使いをねあの、伝達してくれる人にもあのあの、ブラックな労働条件を敷いてしまってね、うん、アマゾンに貢献するのは、やっぱ私も心痛いですわね。<laughs> だけども、便利なので、明日どうしても読みたいって言ったらね、アマゾンになっちゃう時が多いですよね。はい まあ矛盾を抱えながらですけれど、<laughs> えー、皆さん何かあ,ありませんかじゃあ最後にですね、佐藤さんと島蔵さんに一言もらって終わりにしたいと思います。佐藤さん、お願いします。はい、あのー、今日はな長い時間ありがとうございました。えー、いろんなことを聞けてよかったなとお、一人じゃなくてよかったなと思っております。<laughs> えー まああのい,いろんなそれぞれがそれぞれの考え方でいろいろやってますが向かってる先はまあそんなに違ってないと思うのでまたこういう話をみんなでできてまた自分に照らし合わせて何か新しい方にできたらいいなと思いますのでまたこういう会を是非鎌田先生を中心に島の先生も。 中心にやっていけたらいいと思いますので、また、あの、奥田さんから、ね、日程調整の、えー、何でしたっけ、調整君とかいうのがいいかもしれませんが、えー、ぜひまた皆さんと話したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。では、島田さん、でお会いしまうです佐藤さんの あの物語の街を訪れるつもりだったんですが、川まさんがね、ダブルブッキングの名人でもあるんですね。<laughs> <laughs> 特にね、癌になってからね。<laughs> ということで、川まさんがいなくて集まったんですけども、そんだけの魔力があるわけですよね。すで、とても楽しい日々を過ごしました。で、その思いを今度は川まさんと、野々目さんもその時があるもんね。あれだもんてあの。 私の場合、マンダラの中心が神明さんなんですけれども、<laughs> あの若いエネルギーでまたこれがあの未来へ向けての,あのスタートになるという素晴らしい時間を過ごすことができまして、ありがとうございました。またぜひ皆さんあのお会いできたら、今度は新潟がいいかなっていうふうに違ってます、ね。うん、そうですね。本当に過ごしたいですね、はい。よろしくどうも。 新潟食べ物もまた美味しいしね富山も美味しいけど <laughs> 新潟も美味しいしね奥田さん、はい、本当に忘れ物とか今度はもうちょっと気をつけますのでまたよろしく大丈夫ですよ <laughs> それぐらいの気をつけます <laughs> あの皆さんにいい許可を得たいと思いまして、えー、許可を得たいというのはですねまず佐藤を さんの、まあ、物語の町訪問が中心になってこの集いが生まれたんですけどねでその2回、まあ、前期後期みたいなんで4月にえ島園さんたちそれで2回目は新名さんと私とナっチ3人でというような形になりましたそれでえお願いというのはですねまずあの奥田さんに 今日レコーディングしているのは奥田さんだけです。<っ>なので、これすごく大,大切な資料になります。で、奥田さんがこのギガファイル、無料ギガファイルビンなどで、うん、皆さんにこの,あのデータを皆さんにお送りしてほしいということ。そして、<っ>そのデータをですね、今日やった。うん 京都おもしろ大学の授業として皆さんに公開したいという許可を得たいということですね。今日のお一人お一人の発言は本当にあの皆さんに聞いてほしい。で、それはあのナラティブをね、それぞれがやっぱり探求してきて生きてきている、実践してきている人の、えー、一言一言だと私は思いました。なので、これはあの私たちだけで 制限するよりはあのいろんなところにいろんなあのあの苦しんでいたり困っている人たちもいたり、まあ、いろんなあの模索をしている人たちもいるそういう人たちにあの少しでも届けばねいいなと思うので、えー、京都おも大学の授業は今日これを公開すると216校になります。 今年の1月2日からやってるの1日1.5項ぐらいやってるんですよあの2項まではやってないけどね2項はやってないけど毎日1コマ以上はやってるんですねなので216ードして公開させてくださいっていうお願いです2時間ちょっとありますこれ見るのも大変ですけどねでもそれぞれつまみ食いしても皆さんのね発言を聞きたいという人もいると思います そしてそれは繰り返し大事なことはね何度もいつでも聞こうと思ったら聞けるということですね。オンラインになっていいところはズームがこれだけ発展してそれを記録に留めれば何度でもアーカイブでその部分を自分なりに納得するまで聞き届けることができるということもオンラインが持っているいい面。 のね一つだと私は思いますそうじゃないと一回国旗で消えちゃうから。で、メモしてもメモと実際に語っているものっていうのは現場の感じっていうのはやっぱりちょっとずつずれて違うんですよね、記憶とね。まあ、そういう意味でも今日の貴重な記録は、えー、そのままの形で残したいと思いますので皆さん、えー、ご許可いただければと思います。お願いします。うん、で、そのだ先,生先生、奥田さんとこれって編集できます 何さんいや、そのままで構いません。私が、あのー、私が仏刊美原の定年制で福地原先生が辞めた時の話をちょっとしたんですけれども、そこはもし編集できるんだったらカットしていただいた方がいいかなと思います。どうでしょう今、そんな必要ありますか私聞いていても全然問題ないと思いますけど、ね。大丈夫ですか 物価ランの先生方、お二人はいかがでしょうどうぞ今、今井さん。いや。お奥田さん、カットできます私は私はできる。<あ>私はできる、自分で。あの奥田さんが送ってくれるのは、うん、公開しませんから、うん、私が公開するときには表紙をつけて公開します。うん、で、そのときに、えー、カットしようと思えばできる。 うん、今井さんがでもカットする必要ないと思うんだけどどうですかそ必要がありますか野辺さんの発言部分だからそれはカットした方がいいと思います。いやいやいや、えー。今聞いてるのはですね、今井さんにカットする必要のあるような発言でしたかという。あの 私は何も思,い思わないし、おそらく大丈夫なんですけど、野、ま、辺、あ、さんがどう思われるかだと思いますので、もし野辺さんが希望されるのであれば、その分だけは、あのもしちょっとお手数ではありますけどということですが、どうでしょうか。私はあのできるだけカットしたくないんですけどね、そういうことも含めてね、そういう方針なんですね。日常の中に出てきている、うん、ポッと出てきている。 そんなに心配するようなことじゃないと思うんだけど、そんなにあの、私が言ってるようなことは誰も聞いてないから、スルーしていくと思うんですけど、でも多分、物価美反論の方にご迷惑をかけるようなことがあるとよくないので、そこを聞いていただいた方がいいのかなって思った次第でした。あのね、はい。こ、うん、のは考えようなんですけどね、あの私なんかバンバンあの政府の批判もしてるし、<laughs> やっぱりあの制限しない方が本当はいいんですよね。<laughs> ですかそれでその,その時に出てきているものをそのまま素直に自然にみんながあのそ、まあ、反対意見があってもですよ、うん、そういう意見として受け止めるという多様性を持つことの方が大事だと私は思っているんですね。うん 私自身は、えっと、事実ですので、別にそのまま流、ね、れても構わないです。ただ、その三原ル団体の方でご迷惑じゃなかったら大丈夫です。<の>はい、そこまで忖度のような心配する必要はないと私は思っています。<laughs> むしろあの心配しても構わへんよというぐらいのね、<laughs> あのそんな構わ、うんま、へん、構わへ,へん、そういうふうな人でありたいし。 仏教看護件を見学会のことだったんですね。<laughs> すちょっと違う、月間みたいな感じですませんでした。お客です。<laughs> 月間美原 <laughs> いやいや、いましたあの藤原さんが困るようなことなんですか <laughs> いやいや、そんなことないです。野部さん、何を心配されているんですか どうですね。その時の定年制を引いて藤原先生、そうの藤原先生とえっとタミヤ先生でした。これはタミヤ先生が言い出したことなんです。<あ>定年制を引いたのは。あ、そうなんです。はい。それでそううあの見事な引き際だったんです。うん、そうそうそう。えー、ですから我々も感動しています。だからそれは大丈夫だと思います。すえー、大丈夫ですか？えー、あの、はい、本当にあのまだまだお二人にはあの。 さよりところがいっぱいあるんですけど、うん、見事な引き際をタミヤ先生が引かれたのでえ本当にすごいことだなと感動しておる次第ですそう言われると私も死に際を考えておりますいやいやあの引かないでください <laughs> <laughs> あ,あの,あの私と伊勢はこのあの後の祭りみたいなね今の話も含めて公開したいんですね そしてそれはあのそれを受け止めてくれる人がね、まあ、そういうふうなあのこうちょっとした発言に対しても何か公開するときにはあの気を使うそしてそれはあの出さない方がいいかなというふうな思いを持つだけどあのそれはあのその、うん、発言者の発言のある種のその時のスポンテニアスなものと自発的な自由なものとそれからそれ受け止める側の自由 というふうなものの両方に自由度がねよりあの手厚く手強くある方がいい社会になると思うんですよね。あ,のあんまりこうそこを気遣いすぎると私は窮屈になっちゃうと思うんですねいろんなことがね。なので私はでき,できるだけフラットにしたいなとあのちょっと言い間違ってもちょっと言い過ぎてもそれぐらいはやっぱり日常の中で でどんどんこうあの、そういうこともあるよね、そんなにあの心配しないでいいよというふうな雰囲気をね、作っていきたいな。そうでないと自由なナラティブがね、担保されていかないんじゃないかなと思うんですね。いつもあの先々のことを気遣っては発言するようではね。というふうに思います。だから、あの死を前にしてあの恐れるものない私、しは、 何でも言っちゃう。何でもあのレコーディングしちゃう。何でもあのそれはその時の自然の声としてとどめたいみたいな。それ,それ自体が貴重だなあみたいなね。こういうことも含めてですよ。そういうふうに思って、人生はいろんな時にいろんな学びがあって、学校だけで学んでるんじゃないというか、制御、調べ通りやるなんてアホなことをね、なんで今,今もね、やらねばならないか。こんな不自由な学校制度はね、 一刻も早く解放してほしいな、というね。本当に思います。ですから、そのナラティブを担保していくようなね、方向にあるならば、その、シラファスで制限するようなのは、ナラティブをね、させない事業です、あれはね。まあ、エビデンスをベースのな方向だけをやるみたいなね。今まいて、それは一種の繰り返しみたいなことになっちゃう。本当に新しい、なんか今、何がっていうね、 ここというふうなことをなかなか語りにくくなっちゃうまあそんなようなねことなので野上さんお許しください私の方 <laughs> はい、申し訳ありません私は小心者だったばかりで、はい,い<や>はいあのお任せま私はねあのもう無効水な人間ですから <laughs> もういや後からね修正性も,もええでしょうというぐらいにねなんかはね 本当に炎上したらね、また別ですけどね。でも炎上することもね、あのなんかやっぱりこう大きなあの気づきを、ね、もたらすということもあるんでしょうし、そこから考えていくという、ねまあ、ことだってあると思うので、まあ、何がいいか何が悪いかってシンナーさんじゃないけど、本当に分からんですよ、人間ごときが。このの人間のスケールの頭では。はい。 ということで、はい、私は大気本願の人間なもんですから、<laughs> いもうそのまま行きたいと思います。ありがとうございました。じゃあ、あの今後のことはあの、奥田さんにお任せしたいと思いますので、えー、佐藤先生と相談しつつ、またあのいい時期を見計らって、調整組んでお出まし願いたいと思います。はい。はい、ありがとうございました。